皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。札幌もですね、だんだん弥生3月に入りまして、春めいてきて、まあ、春めいてきてこれですからね、大丈夫か今年はっていう感じなんですけども、そういうね、暦の上ではもうすぐ春ですよというようなタイミングで、こういうね、車両をご紹介できるというのが、まあね、素敵なことなんだろうというふうに思いましてのご紹介でございます。で、今回ですね、通勤でね、もう3、4年、5年ぐらいかな ?5 シーズンぐらいですかね。頑張ってね、走ってくれております。KTS のね、まあ名車の一つでしょうね。ATV300 が入庫です。ということで、帰ってきてくれましたので、ご紹介でございます。まあ、要件としては2件ありまして、実はね、ちょっとタイヤスパイクタイヤを使ってらっしゃったんですけど、そのスパイクタイヤがですね、ちょっと僕も知らないブランドのやつですね。なんかネットで買ったとおっしゃってたんですけども、それがね、3、4年使ってて、いよいよこのタイヤサイドですね。ここのところがもう破けちゃう、来ちゃって。やっぱ低圧にね、して乗りますから、やっぱこの辺のしなやかさとか、出来の良さとかっていうのが結構追求される車両だなと思っておりましたが、そこがちょっと破れちゃったということで、なんかいいタイヤないのっていうことで、お見えになったんですけど、うちとしてはね、そういう話になった時にはもうね、4号ノースが一番いいっすよと、まあ、一択でご紹介をしておりまして。で、デリンジャーの5ですね。これが60TPI ですけども、在庫がありまして。これが多分コストパフォーマンス的に一番安いですよということでお話をしまして。で、昨今のね、国際情勢だったりとか、原油価格だったら何やかんやって考えると、もうこの値段で、ご案内できるのは多分この最後の一セットでしょうね、みたいなお話をさせてもらったところですね。まあ、結局ね、これからも通勤でずっと使うということでしたので、まあ、長い目で見たときに、こっちの方が、まあ、お得というかね、人生的にいいんじゃないかということで、まずタイヤの方をね、交換させていただきました。そしてもう一件、こっちがまあ、本当っちゃ本件案なんですけども、これですね。このスプロケットを交換させていただきました。というのはですね、通勤でね、使いますという風になった時に、札幌って意外にその、山坂がないと。で、スパイクタイヤをつけたファットバイクになるとですね、わりかし車道に出たりとかね、路面の状況がいいところを選んで走る方が多いので、ギアがですね、わりかしトップの方をね、使うことが多いと。で、これがトップの11と、セカンドのね、13ですね。それがもうちょっとハトビしますということになっちゃったので、これを交換ということになりました。で、ちょっとね、これをね、交換でね、部品取り寄せている間にね、もう一つ上のね、ギアで、もう一択で、いろいろ変速せずにずっと乗ってみるわ、ということで乗ってみてもらったらですね、意外に変速なくてもいいかもね、というふうに、人間の踏み方とか乗り方とかね、結構対応できるもんだよね、みたいな話になりまして、ひょっとするとですね、もうしばらくこれ乗って、またね、こっちの歯が減るわ、みたいな話になった時には、思い切ってシングルギアとかですね、ちょっとやってみようかなーっていうふうにおっしゃってました。その時にですね、この頃までのね、KHS の、フレームだと、シングル、後ろシングルとか、簡単にできるようになってますので、またこのね、エンドが復活してくんねえかなーなんて思っちゃったりもしながらのご紹介になりました。まあ、何にせよね、安全運転で、通年、北海道の冬を、北海道の冬というか、通年ですから、一年中ですね、一年中北海道の自然、もしくは気候、路面、いろんなものを楽しんでいただきたいなと思います。